食べていいですか、シュークリーム。食べていいです、シュークリーム。食ってください。進めてくださいよ。まあ、進めてください。まあ、あれですよね。早速ね、鈴村さんに、聞きたいことがあるんですよ。食ってる人にいきなり質問だよ。本読み出したし。食ってるのにね。はい。聞こえてるから。割とベタなことをガンガン聞いてくんで、よろしくお願いします。嫌です。じゃあ、鈴村さん。はい。鈴村さんの年収はですね、ベタか、本質も。そうだな。年収で言うと、そうだな。まあ、毎日中古車買えるぐらいあるね。わーい、毎日買える。マジっすか。毎日買える。マジっすか。チャリンチャリンじゃないですか。ちょっと待って、すごいよ。俺はびっくりだよ、ほんと。なんで困ってんだよ。お前さ、ちょっとちゃんと振ったらやりきれよ。俺ダメみたいになるのやめよ。ちょ、本気出すわ。じゃあ、ちょ、漫画とか読んでる場合じゃん。お前ちょっと許せへんぞ、お前。ちゃんとやろう。よしよし、ちょっと向き合うぞ。やろうやろう。毎日、どうしたらいい。毎日車のパーツを買い足してきて、それ引っ張るの。最終的にこう車が出来上がるとか。そこに鉱脈はないの。デアゴスティーニみたいなやつ。いいの、次の話題。じゃあ、